イワキラナイト。さあ始まりました、茨城のゴルフ場コンプリート番組、イバゴール、私俳優の高田光太郎です。よろしくお願いします、この番組はですね、まあ、難しいコースをですね攻略していくという番組なんですけどね、勝木秀幸監督です。どうもよろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。で、まあ、この番組はですね、茨城県内のゴルフ場を紹介するとともに、まあ、いかにホールをうまく回れるかをプロの方を交えて実践していく。いいね。いや、プロがいないと無理無理。そうですね。俺たち無理。このホールの攻略から打ち方などを指導してくれる、PGA トーナメントプレイヤーの方に来ていただきました。林健二プロです。どうも、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。しっかりサポートしていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。心強いね、あなた。よし、で頑張ります。100キロ早速、はい、楽しんでいきましょう。お願いします。行ってきます。さて、今回挑戦するホールはですね、こちらですね、9番ホールです。林プロ、はい、9番ホールはどう攻略すればいいですか。そうですね、はい、こちらはこのコースでも難易度が比較的高い、距離のたっぷりある、しかも打ち上げですね、はい、ショートホールパー3になります。打ち上げって。そうですね、高さが必要要求されますからね。で、今日の攻略としましてピンポジションを考えますと、はい、右に大きく口を開けた大きなバンカー、はい、これをいかに避けてグリーンにパンをさせていくか、そこがちょっとキーポイントになってきますね。ということは最悪でも左にさえ引っ掛けとけば、なるほど、次パターやアプローチ、ショートゲーム次第かなと。フェードとかって打った方がいいってことですか。そうですね、あまり難しくしますと、はい、大変な、右のバンカーを避けたいのにフェードさせようとして右のバンカーの右行ってしまったら、ますます打ち上げのロブショットが要求されますから。ちょっとスライスだからね。なるべく優しくまっすぐまっすぐを心がけて。わかりました。楽しんでいきましょう。はい、早速、うん、僕からやらせていただきます。はい、頑張ります。お願いします。頑張りましょう。よし、やるぞ。左。正解。乗った。乗った。素晴らしい。グッドですね。ナイスマネージメントです。先ほどの攻め方通りですね。本当ですか。はい。です。すごい。あれでしたらね、バーディーの可能性もありますから。本当ですか。ちょっと泥気だと攻めていきましょう。次じゃあ監督です。なんかあれ見ちゃうと。見ましたね今。いやあれ見ちゃうとなんかかっこ悪いよな。本番強いな。そう、あんなの打つすごいね。あれにしちゃうとな、力が入っちゃうもんな。リラックスしましょう。エンジョイゴルフですから。よいしょ。いいですよ、しっかりスイートエリアでは取られてますからね。おお、ちょっと今先生こっちだったら行きましたね。スイングです。はい、木に当たったんだ。次のショット心がけていただきたいのは、もうちょっとスクエアにアドレスをしたいですかね。ターゲットと平行に、ちょっと左を向きすぎた。ちょっと今左向いてたんですね。はい、そこだけですね。ちょっといい当たりでしたけどね。次のショットから修正していきましょう。悔しい。でもナイスイングです。
チキショー。ありがとうございます。先生、これ転がした方がいいと思うんですけど。そうですね、私もそう思います。ただね、普通ね、こうほら前下がりになってるじゃないですか。そうですね。でこれつま先下がりの左足上がり、そうですね。ですからトップしやすい状況でランニングを使うわけですから、ね、選択肢としてはもうベストですね。ピッチングウェッジ、はい、そうで、デッド打てばいいで、ライ自体ラフですけど、ね、悪くない、浮いてる状態なので、はい、通常と同じセットアップの仕方で大丈夫ですよ、はい。ただ体重配分はちょっと左に乗せていただいて、あ、こっちにちょっと逆らう形ですね。ということはちょっとこういう感じですか。そうですね、ちょっとロフトを立てた状態でインパクトしていただければ、ええ、こんな感じで1クッション、2クッション、3クッションと手前から転がし上げていくイメージを持っていただくですね。こんな感じですか。はい、アングル的にもバンカーかかってないですから狙いやすいですね。こんな感じでじゃあ行きましょう。体重かけて、どんまいです。やっぱこれ前下がってるからちょっとこっち向いた方が良かったんですかね。そうですね、あと伸び上がりがちょっと強かったですかね。あ、そのためちょっと先っぽに当たってしまいましたね。これを糧に次頑張っていきます。悔しい。アンカーか、なんか勉強させられるな。アンカー入りましたね。ナイスアウト、素晴らしい。ナイスリカバリーですね。あ、今のはちょっといいですね。ね、今のはちょっとうまくナイススイングです。これはバーディートライですよね。いいですね。いいね。チャンスつきましたね。だいぶ慣れてきましたね。素晴らしいパーオンでした。ただこれは相当。やっぱり左狙い、ね、そうですね、傾斜、アンジュレーション右に傾斜してますから、ね、スライスラインですね。あ、で最後ちょっと上ってますから、はいはい、あれ強く打ついたらバンカー行くよ。気をつけないと。そうですね、バーディーも欲しいですけど2パットのパーも欲しいですね。そうですよね。そうしますと今までやってきた流れでこの距離感、タッチですね。いや、これ入れますよ僕、はい、なるほど、さすが。はい、ボギーだと思ってやれ。すごいプレッシャーかけられる。俺バンカー入れたんだから、はい、よくイメージしていただいて、わかりました、トライしていきましょう、はい、じゃあ奥バンカーだからな、はい。バンカーが呼んでるよ。弱い。いやいや、いいタッチですよ。お、ナイストライ。いや、いいトライです。いいトライ。いや、ああ、弱いと思ったけど結構いったね。いや、よく打ちましたねこれ。しっかりトライできましたね。ありがとうございます。よし。これ今度まっすぐですか、ちょっと。下りですね。下ってる。これこっちから難しいと思います。いやー、登ってるよね、うん、確かに。下ってるんですか。そう、ピンをオーバーしたわけですからね。奥から下りになります、ね、あ、受けてるってことですね。そうですね、そう、ま、ほとんどストレートに近い、まっすぐですね、うん、軽いスライス最初入るかな。まっすぐと決めた、うん、なんかほら余計なこと考えて外したら腹立つじゃないですか。まっすぐ行って外れても、確かに、ね、おっしゃる通りです。いや、スライスすると思ってやってスライスしなかったら腹立つ。そうですね、はい、直線的に積極的に狙っていきましょう。うん、うん、嘘、よし、よし、さあ、いや、ナイスです、ナイスセーブ、きたね、今までの距離感が成果が出ましたね。そうそう、まあ、あの、こんなもんだよゴルフはね、入ってなんぼ、ナイスプレーです。いや、これ出なきゃな、おい、いや、
弱まった時にちょっと左に切れますからね。あ、しっかりまっすぐ狙っていくか、まっすぐ、はい、タッチを合わせれば右角。これって下ってんですか、上ってんじゃないですか。そう、上りですね。はい、下り上りが分からないな、分からないですよね。上りということはしっかり打てばいいんですよね。ということは直線的に狙ってもいいかなと思います。はい、これ外すんだよ結構この距離。プロでも外す距離なんだよこれ。自分を信じれば大丈夫です。あー、ほらほら言ったろ、プロでも外す距離なんだって。どうしたの。いいトライでしたけどね。いやー悔しい、うん、あ、ちょっと上り意識しすぎだね。はい、うんうん、ありがとうございました。ありがとうございました。いやはい、それでは今回は、アプローチですね。ボールの状況が非常に悪く、偶然にも沈んでしまった状況です。でピンまでは近いの でカラーからも近いですから、パターで転がしてみたいな。その場合よくあるパターンが、パッティングでストロークした時に手前の芝に食われてしまって思ったよりも距離が出なかった、こういう状況で悩んでいる方はたくさんいらっしゃると思います。そこでおすすめしたいのが8アイアンですね。8アイアン、こちらを使ってアプローチしてみたいと思います。いわゆるランニングアプローチ、転がしていくアプローチですね。その際でも通常と同じボールポジションで結構です。そしてスタンスは振り幅はいらないので狭めにしていただいて、で同様に左サイドに体重をしっかり乗せていただく。で当然転がりやすいクラブを持ってますから振り幅も小さくなりますが、そこでちょっとワンポイントですね。持ち方、ほぼこの8アイアンを使っていただくとパッティングの振り幅の距離感に近い状態になりますので、パターと同じ持ち方をしてみます。じゃあ実際に打ってみますね。このように距離感を得ることができやすくなりますので、皆さんもぜひトライしてみてください。さて、今回はライジングゴルフクラブの、9番ホールから、お届けしました。監督、やっぱりここは難しかったですか。これね、今日よく分かったことがあった。ゴルフっていうのは、はい、何ですか。ゴルフっていうのはね、煩悩を一つずつね、なくしていくことなんだよ。確かに。だって、ダブルボギーで全部上がった108じゃないですか。煩悩って108あるんですよね、人間の。はい。やっぱり108をどうやって切っていくかっていう、108以上になったらハンディキャップないですもんね。そうですね。それはゴルファーとは言わないね。これね、やっぱり欲なんだなって思うね。すいません、先生、本当頑張っていただきます。本当プロもありがとうございました。ありがとうございました。今日はこちらこそありがとうございました。またよろしくお願いします。こちらこそお願いします。じゃあまた今度、次回はですね、もうまたあの茨城県の、茨城県のゴルフ場からお届けしたいと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。